麻雀遊戯王密着麻雀遊戯ポリス24時ジャキーン。さあ、コンビを極める麻雀業界の平和を守るため、今日も我々麻雀遊戯ポリスが麻雀界の平和を取り締まっていきましょう。こんにちは、ヒミンジュンソです。こんにちは、ことマリンジュンポリスです。よろしくお願いします。お願いします。今日、また新たなタレコミがありまして、うわ、今日はね、詐欺師がいると。詐欺師タレコミが入りましたよ。詐欺流行ってるもんね。最近ね、流行ってる。やっぱりすごいから。そうなの、詐欺はね、やっぱね、いなくならないね。麻雀界にも来たか、詐欺師が。来たよ。そしてね、今回の詐欺師がね、魔女級のね、これもうとんでもない詐欺師よ。大丈夫？魔女級、うちらで対処できるのかしら。もう単なるね、我々もね、騙されかけてたぐらいの。マジで？ヒミンジュンソー騙されかけてたよ、危なかった。怖い、うん、そのね、もう世界最大級の詐欺師が潜伏しているのが、魔女の刻印みたいな。怖っ。契約の証。うわー、なんか結んでるよね、これ絶対ね。もうこれは魔法陣ですよ、これはもはや。ということで、その詐欺師を今日はとっ捕まえに行きたいと思います。かしこまりました。ということで、麻雀遊戯ポリス出動。出動、うん、行きましょう。みなみな、どうした。彼女じゃないですか。あら、そう、わー、笑顔でも、はい、ちょっといいですか。どうも、こんにちは。すみません、ちょっと立ってもらっていいですか。ごめんなさい、我々あの麻雀遊戯ポリスっていうね、はい、あの民間の警察なんでね、全然怪しいもんじゃないんで大丈夫ですよ。はい、ちょっとね、あのお名前だけまずちょっと聞かせてもらっていいですか。はい、日本プロ麻雀連盟の菅原ひろえです。菅原さんね、なるほどなるほど。麻雀ポリス、はい、詐欺師、詐欺師、怪しいっすね。トン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 する詐欺師の匂いが。だってさ、ちょっとだけちょっと見てみ、見てみね、はい、ほら、まあ、もうこの笑顔に騙されてる、もうこの笑顔に騙されてるんだよ。この笑顔可愛いんすよ。そうね、何人騙してきたんだろうね、ね、本当 ね我々ね、いろんなタレコミをもらいまして、はい、どうやら菅原さんがね、詐欺師なんじゃないかっていう情報が入ってるんですけども、はい、ちょっと、まあ、担当直に聞きますけど、詐欺師ですか。違います。違います。あ、まあまあいい、それまあ言うよね、それそれはいいよね、バレちゃまずいから。でね、我々ね、今日一日ちょっと菅原さんの様子を見てたわけですよ。はい、はい、そしたらやっぱ、ね、菅原さんね、とてもいい方、本当に優しくて、ね、本当に優しくて、でもね、菅原さんの仲のいい方々からね、いろんな情報を提供してもらって確認したらね、やっぱとんでもない詐欺師だってことが分かったのよ。この笑顔で全部を隠してたのよ、うん、この子は。恐ろしいよね。恐ろしい、うん、恐ろしい。ということでね、ちょっといろいろとね、今日、まあ、いろんな、ね、方からいただいたタレコミがあるんですけども、はい、そのタレコミがね、本当かどうか、はい、ちょっとね、菅原さん確認していただきたいと思いますので、はい、ちょっとマリチューポリス、はい、でまず1人目の 1個目から、ね、はい、ちょっと読んでもらっていいかしら。はい、うん、藤井すみれさんからにいただきましたよ。はい、食べるのが大好きで、うん、あれもこれもってめっちゃ頼むくせに、うん、うさぎくらいしか食べないので困ります、うん、マジか、ヒロエがすぐ戦力外になることを想定して、うん、自分の分を頼むようになりました、うん、これがね、まずね、詐欺の始まり、ね、あ、ね、私食べれますよ、私食べるの大好きですよ、あれもこれも食べちゃう、ね、バイキングで全く計算できないタイプの人、これはどういうことなの、これは本当のこと、これなんか食べ放題とか行った時にはすぐ戦力外になりがち、うん、なるほどあれもこれもって頼んじゃう。そうですね、うん、中華屋さんとかに行って、うん、なんかいろんな味の餃子食べたい、あー、わかります、ね、頼んでね、いろんな味の餃子食べたいって言って頼んでさ、一個ずつ食べて満足してさ、じゃあ後のいろんな餃子どうすんのよって言ったらさ、ね、処理班がね、そうそう、処理班ね、藤井さんが食べなきゃいけないみたいなねさあ、まだ藤井さんからいただいてるので、はい、ちょ、もう一個いただいていい、うん、はい、カラオケで飲みすぎて、うん、トイレから出てこないヒロエ、うん、店員さんから何とかしてくれと言われて、うんうん、扉の上から救出しました、うん、パンツも履かせましたハート迷惑かけてるよね、迷惑かけてる、このね、この外見から見えないじゃない。カラオケで飲みすぎてトイレにこもっちゃうなんて、ね、想像できない、ね、全然想像できないじゃないだから確認してみるよ、本当ですね、8年前ぐらいにありましたあら、あらあら、楽しかったんだね。いや、全然覚えてないですね。覚えてない、うん、じゃあお酒が大好きなの、そもそも。あ、そうですね、うんうん、お酒大好きで、お酒を飲みすぎてちょっと楽しくなっちゃうことが多いと。そうですね、でもその失態を生かして今はあまり飲みすぎないなるほど、なるほど、これが一番究極の失態だったっていうことでいいのかなあ、そうか、うん、そうですね、そうだね、そういうことだよね、うん、やっぱ藤井さんはね、いろんなことを目撃してくれてる方だから、うん、
い、恐ろしい。でね、他にもいるのよ、藤井さんだけじゃなかった情報提供してくれてるの。ちょっとこの方のも読んでもらっていいかしら、はい、マリチューさん、うん、山脇千文さんからですね、はいはい、歯の治療をした次の日のバーベキューで、私は今日はお酒飲めないんだよなって言ってたのに、うん、一番最初に缶中杯を手にスタンバっていたこれどういうことかしら、これ言ってることとやってることがもう全然違う。これもう麻雀だったら三味線行為よ、やばいっすね、うん、なんだこれってなっちゃう、うん、これは、私は今日はそんなに飲まないからって言ってた別の女の子がいて、うんうんうん、私も飲まないよって言ってたんですけど、はい、もうあの飲んでたお酒大好きじゃないね、そうお酒が大好きなんだよね、だから好きすぎますね、うんうん、ちょっとグビッといっちゃいたいなと、飲みてえわ、熱いんだもんね、夏だったんだ、なるほどね、これ結局飲んだのこの日は、まあ、そうですね、飲みました酒飲みだっていうのを今も全然言ってくれてなかったから、うん、か今日なんか私清掃ですみたいな、そうです、ね、黒魔術、うんね、侵害です、はい、ミニスカート履きません、うん、お酒飲みますと言ってなかったもんね、確かに、はい、ちょっとここはちゃんと言ってもらわないといけないなっていうことで、山脇さんので、ね、2つ目読んでもらっていい、うん、はい、クレジットカードの保険があるからいいかと思い、うん、旅行会社に勧まれた保険には入らずに海外旅行に出発した際、うん、旅行先でちょっとした怪我と体調不良に回れ、うん、おいこっちは保険入ってねえんだぞと言ってみんなを笑わせていたとても愉快な人である、愉快、これは愉快、これは愉快だね、愉快だね、これは本当に、うん、本当にガチの怪我とガチの体調不良したんですけど、うん、みんなで旅行してるから、うん、なんかあんま気まずいのもあれだなと思って明るく言ってました、うん、無理して振る舞ったのね、おいこっち保険入ってんだぞって無理して強かったから結構テンパってるみたいな、そうなんだ、ガチで痛かったですね、あなるほどなるほど、保険は入っとくべきだねこれね、これだからこういう愉快な一面がたくさんあるのよ、楽しいですね、なんか想像できなくて本当に、そうそうそうね、うん、でさらに山下さんもう一個あった、もう一個読んでもらっていい、うん、一緒にカラオケに行くと私のことを笑わせようと一生こっちを見て歌ってくる、うん、分かんないって言いながらも分からない曲は一つもない、うん、エンターテイナーじゃないよ、ね、よくねカラオケでいるよね、なんかこの曲知らねえよって言いながら、あの歌詞見ないで全部歌 う, そ う, そ う, そうおいおいおい歌いんじゃねえかお前おいおいお箱じゃねえかよみたいな、そういうことするんでしょ、それは私ですね、しかも目を見ながらしてくれるんでしょ、めっちゃ楽しい、楽しいカラオケね、こんな楽しいことしてくれるなんて ね, ね, ね、それでね楽しかったねって、うん、いや菅原さんすごい楽しかった、面白かったねって、今どこいんのってトイレこもってるって、ね、そういうそういうことでしょ、いやでも、うん、そうですね、山脇さんがめっちゃ楽しそうに笑ってくれるんですよ、うん、みたいな笑い方してくれるんで、こっちももうどんどんもう酒も入って笑かしたくなっちゃうんですよ、なるほど、もうどん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 とね、もうエンターテインメント精神が出てきちゃうんで、ね、いやこれ言ったら笑うのみたいな、うん、素晴らしいね、こうで上を向上心がある、ね、向上心があるのはすごくいいこと、うん、でね、さらに我々はやっぱこの山脇さんとかね藤井さんからこうちょっといろんな情報をさらに引き出したい、これ菅原さんの本性がこっちだと思ってすごい聞こうとしたら、山脇さんから最後こういうの返ってきました、これちょっとポリチュー読んでもらっていい、うん、そもそもひろゆちゃんの面白い部分は面白ブチギレ集と面白酔っ払い集なのだが、うん、どちらも世のイメージと反するためまるで公表できない、私たちの心の中にひろゆフォーエバー、はい、そう言って山脇さんは消息を絶ちました音信不通です、ふざけてるじゃん、音信不通ですよ、山脇さんに面白がってるじゃん、申し訳ないことしましたよね、面白ブチギレがたくさんあるってことでしょ、うん、いや、それもやっぱ笑かしたいんで、すごいねみたいな、ねえねみたいな。なるほどね、なるほどね。ただこれが世の中にね、公表できない。確かに、今までの企画の動画を見ていたら、イメージできないもんね。全くできない。ね。本当にその、懐を見られた感じというか、懐を切られた感じというか。まあね、これはね、ちょっと我々もね、非常に予想外でした。はい、うん。なんかまあまあ詐欺というかやっぱりちょっとね、うん、猫かぶってたんじゃないの、うん、でもお酒入ってないから、そうだね、はい、うん、これはちょっと入れたらぜひね次回ね、あのバーとかね、お酒を飲む企画の方に来てもらおうかな、うん、ちなみに私もこれ見てすごいわかるなって思っちゃうぐらい、私もお酒大好きで、なんかひろゆさんのこともっと好きになりました、あらでこれね、うん、好きに なってくれるね、やっぱそういうとね愛嬌が出るっていうのはすごくいいことだから、公表していこう、公表していこう、本当に素敵な人なんだと思って、ね、あなたは飲んだくれなんでしょ公表していこう
そうですね、お酒大好き。お酒大好き。かわいい、最高です。ね、かわいいね。公言取れました。うん、はい、皆さん楽しいお酒はね、すごくいいことだから、ね、菅原さんとね、お酒飲みたいっていう方とか、うん、見たいっていう方ね、ぜひぜひ、マジングに行ってくれればね、バー企画にすぐ呼んだりしますんで。いやー、隠してたね。隠してたね。知らなかったね。うん、でも今回はね、詐欺ではないということが分かったので、でね、はい、我々ちょっと撤退しますけども、うんうん、引き続き菅原さん、いろんな企画でよろしくお願いします。さあ、ということで、はい、今回も麻雀業界に平和が訪れましたので、はい、次の現場に行きましょう。はい、我々は麻雀業界の平和を守る麻雀遊戯ポリス。伐採が好きだなって。